どうも、石川です。はい、これより登録販売者知見対策講座の第5章の7回目始めていきます。こちらの講座では厚生労働省から出されている知見作成のための手引きを使用していきますので、まだダウンロードされてない方は下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきます。336ページ、576行目、過去2番目、医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介というのを見ていきます。はい、ここではですね、医薬品副作用被害救済制度に、あります、各種給付制度のことについての内容を詳しく見ていきたいなと思います。はい、それでは、次のページに、早速進んでいきます。337ページ、括弧 A、給付の種類というので見ていきます。はい、そこにはですね、表があるかと思います。各種、給付の種類があります。はい。で、まず、それらの給付の種類、ね、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、総裁料というのがありますよね。で、それらの、給付がですね、どういった、ね、働き、まあ、どういった、ものなのかというのを、詳しく、知っておいていただきたいなと思いますので、簡単にですね、見ていこうかなと思います。まずは医療費については、ね、病院の治療に要した費用を実費保証するものですよというところで、まあね、要は、ね、副作用が起きて、ね、入院して、病院で治療費がかかりました、そういったところを保証してくれるのがこの医療費になります。それから医療手当については、ね、医療費以外の費用を負担することに着目して、いきます。なので、医療費以外のものってしたら何かというと、例えばね、足がね、動かなくなっちゃいましたというところでね、例えばね、自宅から病院まで行くまでのね、タクシー代とかね、そういったところが、ね、保障の対象となります。あとは、障害児、障害年金ですね。障害年金に関してはね、一定程度の障害状態にある18歳以上の人の生活保障等を目的として給付されるものになります。それから、障害児養育年金に関してはね、障害、一定程度の障害の状態にある18歳未満の人をね、養育する人に対して給付するものになります。はい、それから遺族年金に関しては、生計維持者、ね、まあ、一家の大黒柱の方がですね、副作用によって亡くなってしまった場合、ね、遺族の生活を立て直すことを目的として、給付されます。それから遺族一時金に関しては大黒柱以外の、ね、方が、副作用によって亡くなった場合は、ね、お見舞い金というような形で、給付されていきます。それから、葬祭料に関しては、簡単に言ったらお葬式代ですね、そういったものになりますので、まずはこれらがどういったものなのか、しっかりと見分けができるようにしておいてください。はい、そして、そうですね、まずは、給付に関しては種類を確認しておくこと、それから今度はこっち、ね、定額、定額って何ですかというと、ね、この給付の種類のところに、括弧定額って書いてあるもの、書いてあるものと書いてないものがあります。今からチェックしてみてください。いいですか、ね、書いてあるものと書いてないものよろしいですか。チェックできました、ね、で書いてないもの1個だけありましたよね。なので定額じゃないものが1つあるんですよ、ね、それ何かというと、ね、医療費、医療費に関しては定額ではありません。それ以外は定額になりますので、ここもですね、試験に狙われてくるポイントとなりますので、しっかりと確認しておいてください。はい、それから、請求の期限というところですね、期限です。今度は期限、ね、期限というところ、ここ見ていただきますと、テキスト見ていただきますと、期限に関してはこれね、5年以内、ね、5年以内の5年というところですね、これ覚えておいていただければそれで大丈夫です。他のところはいいです。5年というところですね、覚えておいてほしいなと思います。で、ただ、5年以内となっているのがほとんどなんですけど、ね、請求の期限がないものがありますよね。
それが障害ってつくものに関しては請求の期限がありませんでしたので、このあたりも、ね、重要なポイントとなりますのでしっかりと確認しておいてください。はい、よろしいでしょうか。はい、そしたら今度は、今日のところ終わりまして、588行目括弧 B、救済給付の支給対象範囲というところを見ていきます。はい、ここもですね、繰り返しますけど、589行目、医薬品副作用被害救済制度は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定程度以上の健康被害が生じた場合にね、医療費などの、各種ですね、給付などが行われていきます。ではね、どういったものが、給付の対象になって、どういったものが、給付の対象にならないのかというのを見ていきますね。まずは、592行目。医薬品の不適正な使用による健康被害については、ね、救済給付の対象とはなりません。ね、よろしいでしょうか。ね、だから、例えばですね、1日1回使うところを1日10回使っちゃいました、副作用起きました、そんな人には、助けてくれません、ね。不適正な使用による健康被害については対象となりません。それから594行目、ね、救済給付の対象となる健康被害の程度としては、副作用による疾病のため、入院を必要とする程度の医療、ね、ただし必ずしも入院、治療が行われた場合に限らず、入院治療を必要とする認められる場合であって、やむを得ず、ね、自宅療養を行った場合も含まれますよって言ってます、ね、なので必ず入院を必要とする程度の医療じゃないと、これ対象とはなりません、ね。それから、597行目、ね、重い後遺症が残った場合もですね、これは給付の対象とはなりますね。はい、そして、598行目、後半の方ですね。特に医療機関での治療を要さずに、ね、治ってしまったような軽度なものについては、ね、給付の対象には含まれません。ね、だから、お薬使って、なんかお腹痛くなっちゃいました。副作用、あ、これ副作用だ。もう次の日、なんだか治っちゃいました。ね、そういったものは、ね、対象とはなりませんので、このあたりですね、よろしいでしょうかね。はい、それから600行目、また、救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品または一般用、次のページに行きますね。一般用医薬品では、殺虫剤、殺素剤、殺菌消毒、消毒剤、ね、一般用検査薬、一部の日極周剤医薬品、ね、精製水、ワセリンなどが該当してきます。で、殺虫剤で副作用出ちゃいました。で、殺虫剤間違えて、口の中に入れちゃいました。シューってね。だから、副作用起きちゃいました。それは対象とはなりません。ね、あとは殺草剤とか殺菌消毒剤とかね。あとは一般用検査薬。あとは、精製水。ね、精製水、どうなんですかね。3リットルくらい飲んじゃいました。ね、なんか気持ちといいです。みたいなね。そんなことを、まあ、ないかなとは思うんですけど、ね、こういったものは、対象とはなりません。はい、ということで、まあ、このあたりですね。それからまだ、続きます。603行目見てください。この他、製品不良など、ね、製薬企業に損害賠償責任がある場合、これも助けてくれないんですね。なんでかって言ったら、ね、これは製薬メーカーが、ね、保証してくれますので、ね、なので、これは、製品不良などの場合は、ね、対象とはなりません。それから、その次、無承認無許可医薬品ですね、そういったものも対象となりませんし、あとは、個人輸入により入手された医薬品、ね、例えば、アメリカから、自分で、勝手に輸入してきましたよ、ね、それは日本では使われてないけどというところで、そういったものも、ね、対象とはなりませんので、このあたり、確認しておいてくださいね。はい、では今度は606行目見てください。括弧 C、救済給付の請求にあたって必要な書類があります。ね、全部で必要な書類というのが3つあります。何かというと、ね、医師の診断書、それから要した医療費を証明する書類、ね、領収書、それから、その医薬品を販売通した薬局開設者、医薬品の販売業者の作成した販売証明書というものですね。この3つが必要になってきますね。よろしいでしょうか。ホワイトボードでね。診断書、領収書、販売証明書。ね、こういったものを、ね、3つ必要になりますので、この3つ用意して、しっかりと請求してくださいね。ということになります。はい。よろしいですかね。では、続きまして、613行目見てください。医薬品 PL センターというところを見ていきます。
医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など製薬企業に損害賠償責任がある場合には、医薬品 PA センターへの、相談が推奨されていきます。なので、この PL センターっていうのはね、先ほど救済給付の対象とならないもののうち、ね、メーカーさんの製品不良などによって起きた場合はね、ここに相談してくださいねっていうことを言ってるんですね。なんてかっていうとね、やはり個人でメーカーさん、ね、に、私ちょっとね、副作用起きちゃったんですって言った場合、もしかしたらもみ消されてしまったりすることがあるかもしれませんよね。そうなってしまったらね、一個人ね、やはり弱いので、どうしたらいいのかなって悩んでしまったりする方も多くいらっしゃるかなと思いますので、この医薬品 PL センターというところが、そういった方に対しての相談を持ってくれます。はい、そして、その、PL センター、注意しておいてほしいのは、ね、まずはですね、618行目、ね、この PL センターというのは、ね、日本製薬団体連合会というところが、ね、運営してるんだなっていうところですね。うん、そうなんだなでいいですよ。ね、無理にこの日本製薬団体連合会覚えなくても大丈夫です。ね、こういった会があるんだなでいいですよ。そして、その次が大事です。ね、620行目です。消費者が医薬品または医薬部外品に関する苦情について、製造販売元の企業と交渉するにあたって、公平中立な立場で、申し立ての相談を受け付け、交渉の仲介や、調整、斡旋を行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としています。はい、なので、まずは620行目の、ね、消費者が医薬品または医薬部外品に関する、ね苦情について、ね、相談を受けます、ね。医薬品と医薬部外品に関しては、ね、相談を受け付けます。ただ、ね医療機器はどうなんですかつったら、ここでは、ね、相談は受け付けてないんですよ。ね、ということで、試験、このあたり、ね狙われてきますので、ね十分注意しておいてほしいなと思います。ね医薬品、ね、医療機器について、ね苦に関する苦情について、というふうな形で試験に出てきますので、ね、医療機器とかね、ダメなので、医薬品、医薬部外品なんだなというところをここ、間違えないようにしっかりとチェック入れておいてあげてくださいね。なので、その下にね、医療機器バツンとかってね、なんかね、自分でメモして書いておいていただくといいかなと思います。はい、それからさらにね、今先ほど読んだところの最後に、622行目見てください。裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としています。例えば試験ではね、裁判による迅速な解決に導くことを目的としてますよとかっていうふうに言ってきますので、それは罰ですよね。なるべく裁判しないようにね、示談で成立していきましょうというところですね、になりますので、ここもですね、間違いやすいので気をつけておいてください。はい、ここまでですね、動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなどにお登録いただければと思います。はい、それでは本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。